はいどうも MAKO まこです。よろしくお願いします。今回もねポケモン紹介していきますけど、はい、トゲキッス白い悪魔ですね。まあ3回とも全部フェアリータイプっていうね、まあ、エルフーンも使ってますよね。身代わりだったりコットンガード、いたずら心でも優位に戦っていくっていう、まあまあまあもうこれ言うわけですけども、特性はこれ一択ですよね。天の恵みで、まあ先制の爪を持たせています。で臆病、まあやることはもうこうだったら分かりますよね。もうポケモンやってた人にはもう絶対分かります。はい、真昼見戦法です。電磁波で麻痺させて安らしいで、聞きづらい岩鋼に抜群が取れる格闘の技の波動弾をサポート。まあ熱風とかでもよかったんですけど、タイプ1技でマジカルシャインを覚えさせてますね。ちなみにもう1体トゲキッスいまして、そのもう1体は控えめでフルアタです。そのトゲキッスはまあ控えめで、まあ持ち物自体は先生の爪で一緒なんですが、技がフルアタなんで、どういった技を覚えさせているか、控えめ型のこちらですね。まあ特性は一緒で、性格特性と持ち物は一緒なんですけど、こうですね、フルアタです。全てが追加効果狙い、水の波動で3割なの6割か6割混乱ができて、やけど2割以上でやけどで、2割以上の確率で全能力をアップさせるっていう、うん、このやつも使ってましたね。ただ回復技をどっちももらってないので、原子の力でとどめを刺すときに狙ったり、そういう戦法を使ってましたね。まあそんなとこですね。サイチェン。